こんばんは、大島匠です、今回ボンビューの入荷情報をご案内させていただきます。最後までぜひご覧になっていただいて、オンラインショップの方に飛んでいただければと思います。早速ご紹介させていただきます。まず1点目になります。これはかなりいいですね。エルメスのファイヤーマンコート、スウェードボディになります。オリーブっぽいダークブラウンっぽいスウェードですね。でちょっとこのショルダーのヨークの部分だったり、あの襟周りっていうところに若干こう毛羽立ち、スウェードの毛羽立ちが見られるんですけども、まあそれでもかなり状態はいいんじゃないかなと思います。でサイズが50になりますので、ちょっと大きめなんですけど、まあ、私でこれぐらいになります。なので175センチ前後ぐらいの方、まあ袖もちょっと長いので175センチ前後の方で、もうちょっとこう体つきのいい方であればちょうどいいバランスで着ていただけると思いますので、かなりかっこいいですね。こう肩の落ち方とかもとてもいいので、あの肩を合わせるっていうよりもどちらかというと袖だけで合わせていただければいいんじゃないかなと思います。ちょっとこうずしっと重みのあるスウェードではあるんですけども、ただスウェード自体はとても柔らかくてとてもエレガントで、まあエルメスのレザーっていうのは、まあ多分その上を行くものはまずないクオリティのものだと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ご検討いただければなと思います。まあ、値段はやっぱりしちゃうんですけども、物としてのクオリティは本当に高いアイテムになりますので、ぜひよろしくお願いします。とてもかっこいいです。ビューフォートネイビーサイズ36、これがかなりかっこよくて、もうオイルがほぼ抜けてしまってます。でネイビーがちょっと汗たネイビーになっていて、これはかなりいい不具合してますね。こんな感じです。まあ36、私でもちょうどいいぐらいですね。こんな感じです。オイルが抜けた感じっていうのがとてもいいですね。まあこれぐらいだったらもしかしたら切れるぞという方もいらっしゃるかもしれません。ですが匂いはちゃんとします。オイルの匂いしっかりしますね。あの袖口にちょっとほつれありますが、ちょっとこう穴が開いてたりする部分もあるんですけども、まあそれはバブアのいいところだと思っていただければなと思います。まあ今後進行してくれば、あの補修をしていただいて、こうやって補修をしていって着用していくっていうのもまあいいんじゃないでしょうか。まあいわゆる最近よく言われているサステナー的なところの観点から言っても、そういう使い方っていうのはとても大切なことだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。バブアのビューフォートネイビー36になります。続いてラルフローレンのカバーオールです。コットンのカバーオール、真っ赤ですね。サイズは L ラージです。 L なのでちょっと私だと大きいんですけども、こんな感じです。ものすごく簡易的な作りのカバーオールなんですが、まあ、袖口に ボタンがついてたりする仕様も、まあ、ラルフローレンらしいなと思います。まあなんてことないんですけども、やっぱり赤色っていうところはこうポイントだと思いますし、しかもコットンの赤ってやっぱ使っていくとこうしらっちゃけてくるので、それがまたとてもかっこいいので、ぜひよろしくお願いします。まあ、ガンガン着ていただきたいアイテムで、まあ、ちょうどやっぱりこの秋口春先に活躍するアイテムだと思いますので、まあ、シャツとか T シャツの上からこう軽く羽織って様になる一品かなと思います。ラルフローレンのコットンのカバーオールになります。よろしくお願いします。続きまして、同じくラルフローレンアメリカ製のノープリーツチノ、サイズが34、レングス32です。まあ、かなり大きいんですけども、まあ、ズドンと履くにはとても使いやすい一品かなと思います。まあ、ノープリーツ、まあ、最近プリーツ入りって言われているので、ちょっと手が出しづらい方もいらっしゃるかもしれませんが、意外とノープリーツのこの太いパンツっていうのもとてもかっこいいので、いわゆる US アーミーのチノパンと同じような感覚で使っていただけるんじゃないでしょうか。ちょっと使用感があったり、トップボタン上のボタンを縫い付ける糸がネイビーというかブルーなんですけど、まあこういうところがもしかしたら変わっているかもしれませんし、あとサイド汚れがあったりはしますが、まあ、全然これから履いていただける一品だと思いますので、まあ、アメリカ製のチノパンというところ、ラルフローレンかなり少なくなっておりますので、ぜひ早めにご検討いただければと思います。ちょっと太めのノープリーツ、新鮮でかっこいいと思います。はい、もう一つ、ネイビーのノープリーツのチノパン、ラルフローレンです。
アメリカ製で、サイズがウエスト30、レングス32です。こんな感じです。こっちは結構状態いいですね。あのダメージ汚れはほとんどなく、もちろんあの使用感はあるんで少しこう当たりは出てたりするんですけども、まあそれでもとてもいい状態だと思います。かっこいいですね。ネイビーのパンツ、グレーのジャケットとかブルー系のチェックのジャケットとかに合わせていただくととても映える一品だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。最後ちょっとスペシャルなものです。バリーブリッケン、アメリカのいわゆるチノパンが多分有名なんですけども、そちらのウールトラウザーズを数本ご用意しました。アメリカ製でウエストがだいたいどれも74から6ぐらいです。まずグレーフランネルのサイドアジャスター、2アウトプリーツ、プリーツがめちゃくちゃ深いです。なのでウエストは小さいんですけども、履くとこうふわっと膨れるような感じになるのかなという感じですね。もう本当に本格的な作りのトラウザーズですね。でシルエットめちゃくちゃ綺麗です。ちょっと試着したんですけどめちゃくちゃ綺麗なので、ぜひご検討いただければと思います。ちょっと太めのズドンとしたアメリカらしいシルエットのパンツです。で、まあ、ウールなのでウエストをまあ出したり詰めたりっていうことも可能ですし、レングスはもちろんあの上下多少はすることできますので、ぜひよろしくお願いします。詰めるのは全然できるんですけど、出すのも 2,3 センチであれば出せそうです。ただレングス結構長いのであの問題ないんじゃないかなと思います。とてもあの状態はこれかなりいいのでよろしくお願いします。一応同じ仕様でライトグレーのフランネルというか、まあ、サキソニーヌーの素材とネイビーの同素材のものがあります。仕様は全く一緒です。2アウトプリーツのサイドアジャスターですね。バリーブリッケン、いいですね。いいブランドだと思います。とても。で続きまして同じくバリーブリッケンでアメリカ製のサイズ76ぐらいですね。ウエスト、こちらはベルトループ付きの2アウトプリーツで、ダークグレーにブラウンのペンが入ってます。縦がブラウンで横がパープルっぽい色のペンが入ってます。これはこれで洒落てますね。カジュアルに使ったらかっこよさそうです。 M65 とかに合わせていただくととても洒落てるんじゃないかなと思います。これもこうズドンと太いシルエットが見ていただけると思います。とても洒落てるパンツだと思います。で同じくバリーブリッケンでブラウンのこれはサマーウールですかね、夏用のウールだと思うんですけど、ちょっと薄めなんですが、ただ今時販売されているウールのパンツよりももっとしっかりしているので、まあ、春秋ぐらいまでは全然履けるかなと思います。もしかしたら冬もこれでいけちゃうっていう方もいらっしゃるかもしれないぐらい結構しっかりしたウール素材のブラウンです。でちょっとこっちは光沢がありますね。少しこう光沢のウールパンツ、2アウトプリーツ、ベルトループ付きです。こんなシルエットです。ちょっと太めのシルエットですね。これもとてもかっこいいです。でこっちはちょっと使用感あるんですけども、内側に、まあ、若干ちょっとこう黄ばみのようなものが見られたりはしますが、あの外側の生地はとてもまだいい状態ですので、まあ、テカリなんかもほとんどなく、これからガンガンかっこよく履いていただけると思います。でさっきのブラウンと同じシリーズのこれがまた珍しいいい色ですね。ピンク、サーモンピンクのようなちょっと柔らかいピンクです。なのでブラウン系とかベージュ系、あとは今私が着てるようなこうジャングルパティーノのグリーン系とか、こういうのにこう淡い感じで合わせていただくととても洒落てる、めちゃくちゃ洒落てるなと思います。本当にかっこいい一本だと思いますのでよろしくお願いします。バリーブリッケンウールパンツですね。これも素材はさっきのブラウンと一緒で、春夏用のサマーウールだと思うんですけども、割としっかりした、多分これどれも30年前ぐらいの個体になりますので、かなり30年前の結構しっかりしたウールになるので、まあ、今こう気温が今上がっている今時だと春秋もしくは冬でもいける方いらっしゃるんじゃないかなと思います。かなりいい色のパンツだと思いますので、今回このバリーブリッケンは本当にいいアイテム揃っております。サイズがもうほぼどれも一緒なんですけども、サイズが合う方にはかなりおすすめしたいアイテムになりますのでよろしくお願いします。はい、今回の入荷は以上になります。また新しいもの入りましたら紹介させていただきますので、楽しみにしていただければと思います。
それでは終了させていただきます。ありがとうございました。